届奥斯卡金像奖颁奖典礼，台湾时间3月11日盛大登场。最大亮点绝对是全裸登场的动作男星约翰·西南。Costumes, they are so important. Yeah, you look beautiful.入围影片播完，怎么就穿上希腊式长袍了呢？一起来看看漏网镜头吧。事实上，这并非奥斯卡第一次出现裸男。在50年前的第46届奥斯卡中，在颁发压轴的最佳影片大奖时，也有裸男跑出来在主持人身后比耶，至今仍让大家回味无穷。本届最大赢家则是夺下7项奖项的奥本海默，钢铁人小罗伯道尼凭借片中腹黑演技首度夺金，获颁男配角。爱尔兰男星席尼墨菲除了在奥本海默首次担纲主角，更因此首度获得奥斯卡肯定。It's a little bit of a daze.Very overwhelmed. I'm very humbled. I'm very grateful. And, very proud to be Irish standing here today.女主角则颁给可怜的东西艾玛·史东，这也是她继2016年《越来越爱你》后第二度封后。It's a huge honor, and I'm very surprised. That was an amazing lesson to take with me and to try to get to live in the shoes of every day. And so.I really miss playing her ever since we wrapped filming, which was a long time ago. It was like 2.5 years ago. 日本动画大师宫崎骏的《苍鹭与少年》也不负众望获颁最佳动画片，这也是他继2003年《神隐少女》之后再度抱回小金人。宮崎監督は日本の誇りですし、いろんな方がね、こうノミネートされる中、受賞は本当に嬉しいニュースだと思います。最近日本もあんまり明るいニュースないので、すごく良かったと思います。日本人として本当に誇りに思って嬉しく思っています。そうですね、日本のアニメが世界の人にこう世界の多くの人に知ってもらってるいい機会となって、私としてもすごく嬉しいし、もっと広がってほしいなっていうのはあります。